テレビアニメ第1話の感想を思う存分語ろうではないかというコーナーでございます。みんなとこうお話ししていきたいと思います、はい、今回はですね、特にお気に入りのシーンや第1話を見た感想をそれぞれスケッチブックにまとめておきましたので、はい、順番に発表していきたいと思いますよ。はい、はい、それではじゃあ準備いいかな。はい、愛ちゃんからお願いします。え、うん、いくよ。うん、いいよ。私の感想はこちら。チェーン。おーおーおー、うまいうまいうまい、すごいすごい。ゲラーヨハネチョキ。あ、ヨハネチョキ、え、ね、ヨハネチョキ、ヨハネチョキ、ヨハネチョキ。はい、ここのお気に入りのシーンということですが。そうでございます。どういったところが。え、やっぱり普通みんなさ、うん、チョキって言ったらこれだよね。そうね、うんうん、なんでヨハネこんな練習してるね。やべえ、練習してるんだよね。しかも幼稚園の頃からそれだからね。すごいよね、すごい器用だよね。そうそう、じゃあ頑張ってるから。ね、じゃんけんするの、うん、最初はグー、じゃんけんポーズ。そうそうそう、バレちゃうやん。で負けるっていう、ね、絶対これなの、リトルで、まあ、これです、これが一押しです、うん、はい、ギランとかもね、ね、登場でね、なんかギランって感じで。いや、雑。はい、よろしくお願いします。こんな感じです。ありがとうございます。じゃあ続いて、はい、ルビーのお気に入りはここです、うん、ピキー、うまいよね。ここ、ここなんか何これ、どう、音声だとね、そう、なんか映像で初めて見た印象はすごかったね。なんか青だめるんだ最初みたいな。赤じゃん、赤か。赤でピキー。その後お姉ちゃんって呼ぶんだけど、うん、そしたらお姉ちゃん来るみたいな。召喚されたんだねっていう。そう、でもお気に入りのシーンですね、ここは。すごい、うまいな。ですね、はい、わかりやすいでした。はい、ありがとう。じゃあ続いてキング。はい、私のお気に入りシーンはこちら。でね、おい、マジか、マジか。すごいよ、何これ。ちょっともう、まずはですね、このあの横顔に挑戦してみたんですけど、このファーストズラ、ファーストズラ、ファーストズラ、チカちゃんにね、勧誘されズラ。え、これチカちゃんなの。そうよ。まず分かんないから。みかんの、みかんでしょ、でしょ。でも私結構これ好きだよ。ほんとかい、ほんとかい。いや、だからかわいいでしょ。イエーイ、イエーイ。1年生らしくて可愛かったんで。可愛かったね、可愛かったね、可愛、うん、い部分ではちょっとした椎茸、ね、一番うまく描けました、ありがとうございます。はい、はい、愛ちゃん、でね、うん、ちかちゃんとりこちゃんの出会いのシーン。衝撃的、はい、衝撃的、ね、りこちゃんがこう制服をバッと脱いで海に飛び込もうとするシーン、あれ結構印象にね残った方もたくさんいらっしゃるんじゃないかなと思ったんですけど、あれで結構リコちゃんのイメージが多分皆さんガッと変わった、変わったんじゃないかなと、ね、ちょっと私、そう、他にもね見どころたくさんあったんですけど、まあ私としてはこのシーンが一番印象深いかなと思います。はい、ありがとうございます。はい、続いて、だーん、じゃん、一番最初、おお、どこだ。あの、うん、一番最初にこうオープニングに入る前のシーンが私はものすごくこう印象に残っていて、なんといってもやっぱラブライブサンシャインの一番始まりのシーンというか、ここからスタートするっていうことをすごくなんか認識というかすごく実感した瞬間だったので、私はなんかやっぱ一番最初のシーンでこう一番いろんななんかこう憧れというかキラキラしたものを、輝きをちかちゃんが見た瞬間がもうあそこに全部バッと出てる感じが私はすごくして、もう一番最初のシーンが大好きです。はい、それでは続いて、はい、ダン、渡辺陽スクール
ングアイドル加入。イエーイ。ちょっと今まで、そうちょっと成長してない私のね。すごい可愛い。成長したの？練習したの？練習してない。練習してない。そうなんだ。首がちょっと分かんないとこに。ここね、ここ本当に。あ、じゃあどっちかっていうと。あ、分かる分かる。ここなんか首なんか。何？いやでも見ないでそこはいいの。いやここ本当にあのようちゃんは水泳部と掛け持ちでスクールアイドルをやるという。いや本当にちかちゃんに吸い込まれたよ、吸い込まれた。そのようにスクールアイドル部に入るって決めて、うん、まあずっとねあの小学校からずっとスクールアイドルを一緒にやりたかった、スクールアイドルやりたかったって何かを一緒にやりたかったっていうところで初めて一緒にできた、できる、これからできるっていうシーンがすごく私にとって一番すごく大切なシーンだったかなって思います。すごく好きなシーンでーす。嬉しいだったね。はい、それでは続いて、はい、じゃん、おはら家でしょ。はい、来ました。おはら家でしょ。ここはまあちょっとそれまで、うん、ちょっとね、近くを夜ね、うん、楽しくお話ししていたのに、ね、なんかピンクのヘリが飛んできてあれはなんだ、なんだろう、なんだろう、何あれ。おはら家でしょ。そりゃなんかピンクのヘリ持ってる人いないから。ピンクのヘリといえばずっとおはら家でしょ。ね、ちょっとこれからの展開がすごい気になるシーンだったなって。はい、1話でね。はい、はい、ありがとう。はい、それでは続いて、はい、ねえ、いや匂い気になって会社めっちゃ匂いかぐやあ、あのね、私はここはい、いた、はい、いったっていう、なんかあのあダイヤの大丈夫、うん、大丈夫。 あの机バーンってやったところのちかちゃんのあの予告編の PV でも、うん、あんなに、うん、大丈夫、泣いてる？あの、あんなにあの認めませんわとかすごいこう厳しい感じが出てたのに、うんうん、なんかちょっとポンコツが、ポンコツが出た。まあそこは認めませんけど、ちょっとおまぬけなところがね見えちゃった。でも可愛かったよね。可愛かった。すごい好き。だからちかちゃんもちょっと笑っちゃうっていう。後ろのようちゃんも一緒に笑っちゃうっていう。ここのシーンすごい音楽はシリアスなのに、うん、やってるね。いや、あの机の上に乗っちゃってるしね。うんうん、すごかったよね。そう結構。はちゃめちゃ。はい。お、あの気づいちゃったことです。うん、いいよ。あのほくろが合わかった。ポンコツか。ポンコツか。アリサもポンコツか。大事。でっかい。でっかい。ポンコツつけました。大丈夫。お兄ちゃん。つきました。つきました。ここにちゃんとつきました。大丈夫。ついてます。ついてます。まあでもお姉ちゃんになった。よかったね。よかったね。ありがとう。はい。はい。ということで、では続いて。はい。ドゥン、シャイニーすぎる、オウオウ BGM。 いや、ここだって、これさ、皆さんもさ、思われたんじゃないですか。いきなり、全部あの、かさらっていきませんでした。今まですごい、あー、すごい感動するとかってなって、涙してたんです、私は。でも、あそこ来た瞬間、笑いが止まらなくて。自分のシーン。そう、あー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 って。あそこの BGM で、もう完全に腹筋崩壊しました、私。本当に。ねえ、ちなみにね、あそこ、なんか、私が歌ってますかっていうコメントがあったんですけど、歌ってません。歌っておりませんので、はい。あそこは違います。はい。今後、アイドルバージョンできるかな。ありがとう。え、嘘嘘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 はい、ということでこんな感じでメンバーの9人入り一緒に残ったシーンでございます。